大倉ゴルフスタジオに来ております。宮下です。はいです。フィッターの吉田さんです。よろしくお願いします。お願いします。今日なんですけども、せっかく来たので、あゆちゃん、カイト君、吉田さんに聞きたいことがあったんです。はい。あ、カメラはカイトで。これ僕の愛用するアイアンなんですね。はい。で、もう1年くらい。だいぶ年季が入った。2年間経ったんですね。はい、使った感じが。で、はい、そ、前からなんですけど、はい、678あって、9、46、52、58みたいな感じであるんですけど、はい、6番だけっていうか弾道がめっちゃ低い気がしているんです。はい。はい、で、そんなことないっすよ、打ってみて全然っすよ、気のせいっすよみたいなこととかなんか言われたかったっていうのと、どうせだったら吉田さんがいるんで、その願望が入るわけですね。そう、はい。え、でもそう感じる時とかないですか？これだけ低くないっていう。まあでも基本的に今、女子プロの中でも6番抜いちゃう子は多いです。6番だけ違う子みたいな。そうですね。結局上番って5番6番ってもともとまあ難しいクラブであって、今までの要はまあ今から10年ぐらい前からだん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 、ストロングロフト化してるわけですよね。でロフトがだん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 立ってきちゃってるんで、はい、昔と比べたらもう番手1個分ぐらいロフトが立った状態の、要は昔の6番アイアンが今の7番アイアンみたいな形になってるんで、今の6番アイアンって昔の5番アイアンぐらいのロフトになってるわけですよ、うん、そうするとやっぱり6番アイアンが急に難しくなるっていうのはすごく納得がいくというか、だから僕の6番だけ異様に立ってるかもしれないし、そうですね、可能性はありますよね。なのでいろいろちょっと調べてみて、打ってみて、それをちょっと検証すれば分かるかなと思いますので、僕が打ってた話最初にそうですね、そこ打ちましょうか。え、グローブはいらないんですか？あ、ほら、ほら、ありがたい。あ、ある。この間買ったやつ。これいいグローブだよね。これいいグローブですよね。これいいグローブですね。僕もこれ使ってます。はい、めちゃくちゃいい。イオンスポーツ。イオンスポーツ。あったかい。これは知らない。8番。はい。8番。出た数字。高さは20ヤード。はい。まあいいっすよ。高さこの17.7。緊張する。緊張するよね。7番。7番いきます。高さ出てますよ。出てる？ 18.9。 こんなもんね。 20.8。 こんなもんでしょ？はい。はい。いや、もうゆっくりでいいっすよ。ちょっとスイング速くなってるから。はい。渡す。緊張しないで。全然大して変わってない。高さ変わんないっす。高さの数字がさっきと全然変わってない。でもそんなに1ヤードぐらいしか変わってないっすよ。で、このハイトって実はこれその人の持ち高さっていうのは 実際あって、球の高さ、はい、これ30の人ってドライバーからウェッジまでずっと30なんですよ。で、その高さの要は頂点がどこに来るかだけの話なんですよ。だから球高い人って総じてドライバーからウェッジまで全部球高いです。で、宮下さんの場合多分総じて全部低いんですよ。全部低い。基本的には多分全部低くてずっと20前後の数字がここ並ぶんですね。はい。で、6番だけ多分ミスが多分多いんだと思うんですね。それで球の高さが出にくくなってる可能性があります。ただちょっと2人の感想も聞きたい。はい、そうですね。木村20、うん、木村も球は基本的に全部低いから。木村さん逆に木村さんだからこそこの6番がその。はい、6番ちょっと問題の問題があるかどうかわからない。問題があるかどうかわかんない。これ、振っただけでわかります。違うよ。違うよね。まあまあまあ、打
ってみよう、打ってみよう。振って分かるんだ。もう俺、はい、俺いらないやつだね。明らかにバックスイングが違う。うん、違う。いや、でも超まっすぐの球打ってる。クラブが違うってこと。振った感じでもすぐ振りにくそう。めちゃくちゃ言われてくれるよね、なんか。いや、なんかじゃなくて絶対違う、明らか違う、はい、じゃあ木村さん違うというか、はい、違いますもん。じゃあ俺びっくりしちゃった。スミさん行きましょう。力強いね。なんでそんな飛ぶの8番でおかしくない？すごっ。 36.3。マジ？超捕まるこのアイアン。さあ、でも好きだったね。思ってたよね。いや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 、なんなのそれ。あれ、こんぐらいかれば俺打ちやすいかもしれない。すごいだね、これだけ。あ、そうなんだ。いや、振りにくいわ。急に片付いて当たらない。ちゃんと当ててるよ。めちゃめちゃ軽いですこれ。打てない。何が違うわけですか？もう重量バランスがこれだけすごい軽いから、ヘッドが違うものに感じてしまう。軽いんだ。テイクバックが上げにくいです。へえ、違うから。違うから。僕、球上がんないとか言ってる理由は何ですか？じゃあ、はいはい、球が上がらない理由とすると、はい、実は7番、8番ってバランスが D3、はい、あだったってことですか？はい、だったんですけど、これだけ D2 しかないんですね。で、上がらない理由とすると、さっき、海人君が最後に打った時に、軽すぎてって言った1球目がボールに対してクラブのヘッドが届いてない状態になるんですね。で、練習場でいろいろ並べて打ったときに、他のクラブが全部 D3 でこれだけ D2 だった場合、さっきみたいにボールに対してクラブが届いていかない状態が起きやすいんですよ。なので薄く当たるんでボールが浮かないんですよ。あ、だから、まあ、何らかの、原因がもともと宮下さんにあって、例えば6番アイアンが苦手だったからダフリが多かったんで、この、番手だけ軽くしてしまったっていう、これを作られたクラフトマンさんの意図がそこに込められてたのかもしれません。なんですけど、まあ、それはここにその方がいらっしゃらないので、うん、どういう意図で作ったのかわからないので、うん、じゃあこれが絶対一概に悪いとは言えないんです、うん、もしかしたらそれが宮下さんにとってすごくいいチョイスだったのかもしれないです、うんうんうん、はい。ただ、練習場で並べて打つとどうしてもこれが違和感が出てきてしまうというのは、お二人が言った通りだと思います、うん、はい。なので、まあ同じく並べて打つんだったら鉛張りたくなります。そうですね、はい、なんですけど張りたいになるんだ。張りたいなります。なります。なるはずです特にゴルフばっかりやってると、はい、どうしてもその番手が違和感があるとコースで何かしたくなりますもんね。そうですね、はい。例えばこのネックが曲げ方1個でフェース面が全然こう見え方が変わってきたりもするので、そこは構えてる手の位置とか、はい、それによってやっぱりバックスイングの深さとかも変わってきてしまうので、僕らは結局そこを決めながら、内角調整もしますし、はい、やっぱ結構繊細なものなので。吉田さん、その、はい、ロフトと内角に違いはあったんですか？基本的にロフト内角に関しては、これはきっちり揃ってると思います。はい。なんですけど、バランスが違うって どうやってやるんですか？違うシャフトを入れてるってことですか？いや、シャフト自体は同じシャフトなんですけど、うん、結局そのバランスってグリップエンドから14インチの位置でこうやって天秤にかけるんですね、はい、でこっちがどのぐらい重いです、こっちがどのぐらい重いですので、はい、バランスが、まあ、ABCDEF で決まっていって、はい、数字もそこから1から、9までってあるんですけど、ヘッドの元々の重量だったりとか、この長さだったりですね、グリップエンドから後ろの要は14インチの部分のこっちが長ければ、ちょっとでも長ければ、1ミリ長ければこっちは 0.5 逆に軽くなる、はい、そんな風にしてバランスって決まってる。あ、そんなちょっと変えるだけで変わるんですか？全然変わります。あ、そうなんだ。繊細なもんなんで。なので、まあ本当、宮下さんにとっていいクラブであれば、はい、そのクラブはいいクラブなんですよ、ね、
はい、人それぞれ合わせて、まあ、僕らクラフトマンでクラブを作ったりフィッターとしてはフィッティングをしていくので、ちょっとでもじゃあ軽く感じるんであれば、そのクラフトマンさん、作ってもらったクラフトマンさんに相談をするのが一番。軽く感じるってことだったんですね。はい、そうですね。なんで僕分かんないの、そういう。でも、軽く感じてはないんだけど、言葉は違えど、違和感があって、あった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 。だからそれは、だからその違和感が軽く感じるっていう違和感だったっていうことです。くそー。だから結局分かってたってことでいいんですよ。はい。まあ、そういうことにしときましょう。はい。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあこの次ちょっと聞いてきます。聞きに行きましょう。はい。お医者さん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。まだ始まってね、エンディング。まあまあ重たい上げ方をするね。ですよね、重たいですよね。 D3 って重たっ、重たっ。じゃあ重たくしてる糸もあるってこと？グローブなしか普通に触れないもの。手滑っちゃいそう、滑っちゃいそう。そのグリップいいですよ。無ジークです。素振りしても飛んでかないんで、素手でやっても。なんか僕を筋トレさせようと思ってたんですか、じゃあ。わからないですけど、難しいです。あ、このくらいの方が見やすい。6番の方ぐらいの方が。ですよね。ちょっと待って。同じこと言ってる。でもね、届かなくはなりますよね。だから今みたいな思いを振って、やっぱこれ振っちゃうと届かなくはなる。トップみたいになるってことですか。そうです。全然こちらの方が見やすい。気に入ってきます。はい、それはもう聞いた方がいいと思います。はい、まあ作った人しかこの意図は分からないので、うん、作った人に絶対聞くべきです。ありがとうございます。